ャレンジバトル。電撃ネットワーク対マックス鈴木の30分餃子トースポ餃子大食い参ります。よーい、いただきます。すごいな、マジかよ。もう42秒で24個なくなっちゃった。頼む、頑張れ。味わってんじゃねえよ。なんだよそれは。おい、食い方汚くない。電撃ネットワーク、命をかけてマックス鈴木をぶちのめす。どうも、サムライティングをご覧の皆様、マックス鈴木です。本日はですね、東京都ですね、こちら大崎というかなり都心部に来てるんですけれども、実はですね、今回のサムライティング僕一人ではございません。なんとですね、超絶素敵なコラボとなっております。で、なんと前を言っちゃうと、あの電撃ネットワークさん、こうですね、うわ、電撃ネットワークさんと大食い対決を今やってるんですよ。で、まあ、休憩中なんですけれども、でなおかつ今回の司会がなんと、あの大食いを決定する中村ゆうじさん、中村ゆうじさん司会で電撃ネットワークさん6人対マックス鈴木っていう構図のバトルをやって、前半が終了したところなんですけども、ぜひこの前半、まずこの動画を見る前にですね、ここまで見ていただいた方は前半見てください。リンク貼っておきますので、その後にまた戻ってきてください。おっと、はい、どうしました？見てらんないよ、わかれ。バッチーから空想にハマったっちだよ。ユージさん、はい、ラムさん、はい、鈴木さん、はい、俺はですね、はい、栃木県宇都宮出身ですよ。おっと、宇都宮、宇都宮の人間はね、はい、酢と胡椒で食うんですよ。酢と胡椒、ただ、牛さん5分しかないんだから。はい、はい、もこみちこれ。およし、行くぞ。よっしゃー、さあ、球道の魂が、はい、おぉ、いいペースなんですね、これ。顔は迫力あるんですけど、スピードが大したことない。だってここから見えるあのサングラスの奥の目、細いですね。これえ、早い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 。いや、食べてください、食べてください、食べてください。いや、そのまま違う、動いてない。牛さんも大谷さんやりましょう。大谷さん、ここにあるよ、大谷さんは。で、今、大谷さん飲み会じゃん。大谷さん、はい、プレッシャー。ただ、牛さん、鈴木さんも着々と食べられてるわけね。もうこっちを見ながらね、もうなんか、何が、でもこっちで何が起きるんだろうと思う。興味津々でしょ。私、なんなら僕、このお皿全部あげてもいいですよ。記録だから。餃子は飲み物じゃありございませんよ。お、餃子は飲み物。すげえ。おお、すげえ。7皿完食。鈴木さん、今こんなに有頂天になってるけど、茨城の文福飯店に早く食べてもらっていいですか。これが作戦なんですか。いやもう2分半くらい茨城の本部判定してますから。これはなんか作戦なんですか。作戦なんですか。 YouTube で一番お世話になってます。あ、 YouTube でお世話になってるんですか。あそこのおやじさんが僕の畑の実はオーナーなんですよ。噂は聞いてますよ。牛農っていう農業をやってるんです。文福飯店さん行くと、はい、牛農さんがトラクターで満面の笑みの写真がいっぱいあったるんだ。あはははは、営業所やそういう感じで農業万歳みたいな。困ったんすね。そうですね。あの頃の初心に帰れ。文福飯店で技を磨いてる時にそれを思い出せ。まだ一皿食べてない。食べてない。おかわりしてないですよ。おかわりおかわり、牛丼のおかわりが出ました。
あと1分40秒牛丼に残された時間はあと1分40秒またお茶会またお茶会ってすごいね、このツッコミ非常に、うん、美味しいです。いや美味しい、もうさっきの意味でなくなってるじゃないですか。やっぱこのニンニクが3倍入ってるっていうのがね、違いますよね。出た。
11対11、うわ個数は、こっちはあと1個食べたらもう12分時間は
ほら今バントルチに行け行け今行け兄ちゃん30秒40秒あと待って兄ちゃんあと1個残してるあと1個残してるあともうちょっとだほらいやー待って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 乱射起こしそうだもんね本当ね。でもあれ最後の最後のあの書き込みできるのマジですよ、すごいですよね。初手でもう4個5個一気にいたじゃないですか、はいはい、でどうやって飲むのかなと思ってたら案外そつなく飲んですぐまた次のやついったんで本物なんじゃないですか、ね、さあ本物でしょうね。ということでマックス鈴木が認めてくれました、はい、結果はマックス鈴木が11皿と11個、そして電撃ネットワークがなんと12皿完食ということで、この勝負電撃ネットワークの勝ち。とんでもない結果が生まれました。お見事でした電撃ネットワーク。やりました。やっぱり大物助っ人だった。いやもうマックス鈴木が本当に空気を読む芸人さんになっちゃったねちょっと相手を舐めすぎました。じゃあ、皆さん、お互いに礼儀締めましょう。はい、起立。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。お待たせしました。コスモ餃子最高。というわけでいかがでしたでしょうか。今回かなりサムライの中でも異色な内容になったと思うんですけれども、皆様の目にはどう映ったでしょうか。もちろんね、賛否両論あるとは思うんですよ。今までのサムライとは全然違う感じだから。ただこのチャンネルはね、皆様思い出してください、めちゃくちゃ何でもありのチャンネルです。なのでこれだけじゃない、これにとどまらずもっと面白いことやっていきますからね。皆様ぜひ今後のサムライティングチェックしてください。ケイスケはね、編集頑張りますからね。ケイスケ、はい、おいいね、いいね間を入れずに返事いいねというわけで最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。コメントはたくさん待ってるよ。珍しいですね。じゃあサムライイーティングでした。OK ですたまにはいいでしょ。珍しいですね。